はい、ようチャンネルです。はい、藤井陽編配信チャンネル、それで過去の経緯とかっていうところで振り返りしてみると、沖縄とかっていうところ、確か友達の結婚式でまあ行ったんですが、確かその後ビーチロックビレッジ行ったのかな。そこではやっぱりこう楽園が広がっていたんですが、自給自足でやるメンバーだったり、結構そこで自分も参加してはいて、夜とかこう泡盛りとかをガンガンみんなでワイワイガヤガヤ楽しむ場で、確か何かあってかこう何かで喧嘩別れみたいな感じであったなっていうのを過去に、ちょっと思い出したりはしました。沖縄という土地かなりまあ灼熱っていいんですが、何せあっちの人お酒が強い、自分もお酒こちらに対してはもうまあ死ぬほど好きではあるんですが、自分でも負けちゃうぐらい本当に強者のさ多かったなっていうのがちょっと思い出しますね。それプラスまあ喧嘩というか、なんかこうトラブルの要因だったのも今となってはなんかこうあれ何だったんだろうっていう感じを思い出したりしておりました。やっぱりいろいろな過去か、自分の場合だったらまあいろいろな人との出会い、本当に自分全国中結構歩いたりしては見たんで、そういったところで出会った人たちとのまあエピソードっていうのも、まあ、こういった場とかで、まあ、またこう言えたりしたらいいのかなっていう、しかも自分の中でこう経験に生きる、経験こそ財産だと思っているので、なんか最近読んだ本ではホリエモンだったかな、経験に投資するのが、まあ、なんか経験とか出来事ものとかではなくて、そういったものに対して投資するのがなんかこう自分流みたいなホリエモンが語っていたので、自分もでも逆にそういったお金で買えないようなものっていうものは本当に、大切だなって思ったりしておりました。だからまあ自分もなんかそういったものに今後もいろいろな人の出会いにやっぱ感謝して、一期一会っていうところに感謝して、日々を謳歌できればなと思っておりました。それじゃあ皆様、またどこかでー。